どうもパシーです。今回は喋りながら動画を撮ってなかったんで後から声を入れてます。今回のメインはチェルミコのご機嫌ツアーの様子を撮ってます。なんか意外とやることあってちゃんとたくさん動画撮れてないんですけど、毎回同じような絵になってる感はあるんですが、よかったら見てください。これは1日目のリキッドルームの開演前の様子ですね。照明のチェックと音響チェック、 DJ チェック中ですね。次の日です。札幌に前乗りします。夕方ぐらいの飛行機で行きました。夜は僕が6月5日に誕生日だったんで、チェルミコの2人が美味しいお寿司をご馳走してくれました。6月12日、札幌ペニーレーン24、初めての会場でした。意外と札幌肌寒かったですね。札幌でのライブって多分3年ぶりぐらいだったのかな。前に思い出やろうとね、対バンをしたことがありました。それ以来、その後にワンマンやって、それ以来って感じかな、多分。違ったらすいません。いい感じで2日目の札幌公演も終了することができました。来てくれた皆さんありがとうございます。そして次の週の週末は大阪のビッグキャットで、2日連続同じ会場でライブでした。中には2日連続見に来てくれた人もねたくさんいたようで、本当にありがとうございます。ミキサーを入れているキャリーバッグとチェルミコのバイク、たまたま大阪でとっくりさんと有村くんことインザブルーシャツが DJ やっていて、終わった後にねそれをちょっと見に来ました。そしてなんとスクリュー君も同じ日に大阪でライブしてて、スクリュー君とも合流して大阪の夜を楽しみました。この辺は番外編というかツアーの合間に行った、これは元シャムキャッツの夏目さんの展示に行った時の様子です。餃子男売ってる、見たことあるわなんで自販機でおもちゃ売ってる。おもちゃ屋なんだ。でも分かんない、でもめっちゃレアだよ。餃子男マジマジ持ってるから買わないけど、買った方がいい。いやそして6月25日は仙台連鎖でご機嫌ツアー。意外と仙台って近いんですね。新幹線で1時間半ぐらいでサクッと到着することができました。控え室からステージがめっちゃ近くて、重い機材を運んでいる人にとっては非常に嬉しい会場となってました。チェルミコの前回のツアーから3年経ってるってことでね、20年にやる予定だったやつが中止になって、2021年はやってなくて、で2022年にご機嫌ツアーが開催されているということで、改めてねいろんな場所にこうやって回ることができて嬉しいですね。今回仙台は日帰りだったんでお店を回ったりとかそういうことはできなかったんですけど、帰りに牛タン弁当を食べてずんだ餅を土産買って帰りました。これはリハーサルの様子です。急いで片付けて新幹線に乗りました。
そして次の日は、六本木 EX シアターでライブでした。渋谷からバスで10分ぐらいで着きました。そんな近いと思ってなかったんで楽でしたね、行くのは。はい、今日は EX シアター六本木、36度ぐらいあってちょっと辛いですね。来る人は気をつけてきてください。初 EX シアターめっちゃ広かったですね。2階の席がすごい高いところにあって、あそこから見るとどんな感じに見えるんだろうって思いながらライブしてました。ライブ当日がマミコの誕生日だったんで、サプライズでケーキを出そうという話をしていて、どのタイミングで出すとかその辺の話をなんかレイチェルに伝わってんのか伝わってないのかわからないから大丈夫かなみたいな感じでバタバタしてたけど大成功でした。おめでとうマミコ。アンコールの出番待ち。いや早くね声が出せるようになればいいですね。終演後にはみんなでケーキをいただきましたということで、前半戦恵比寿から六本木までの様子を Vlog にまとめてみました。福岡からまた撮って最終の、豊洲かまでまた撮ろうと思ってるんで、アップしたら見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。